ニック・ファジーカスこと、ニコラス・ライアン・ファジーカスは、アメリカ合衆国コロラド州、アーバダ出身で、元 NBA 選手である。日本国籍に帰化したバスケットボール選手である。日本代表。ポジションはセンター。身長207センチメートル、体重111キログラム。ネバダ大学リノ校に入学、同校を4年連続で NCWA トーナメントに、導いた。一年時には、 同トーナメントでベスト16に進出している。2006年11月18日の試合で、それまでエドガー・ジョーンズが1979年までに記録した1877得点を更新する大学新記録を作った。また2005から2006シーズンにはジョーンズが持っていたシーズン大学得点記録も更新している。 ウェスタンアスレティックカンファレンスのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに2005年から2007年まで3年連続で選ばれた。2007年の NBA ドラフトに順でダラス・マーベリックスに指名された。サマーリーグで平均17分の出場で6.6得点、4.4リバウンドを上げた彼は7月26日にマーベリックスと1年契約を結んだ。2008年2月19日。 マーベリックスがジェイソン・キットを獲得するためのトレード要員の一人として、キース・バンホーンと契約した際、解雇された。2月27日、ロサンゼルス・クリッパーズと契約を結んだが、シーズン終了後、契約延長がされず、同年8月1日に無制限フリーエージェントになった。その後、デンバー・ナゲッツのトレーニングキャンプに参加したが、 シーズン開幕前の10月23日に解雇された。2008年10月28日、ベルギーのベースオーステンデと契約を結んだ。2009年1月、リーグナショナルバスケットボールのオスベル・リオン・ビラーバンと契約した。この年夏には、アメリカのボストン・セルティックスのサマーリーグに出場。2009から2010年シーズンは、フランスのジェイ・ラディジョンでプレーした。 2010年の NBA デベロップメントリーグドラフト全体1位でリノビッグホームズに指名された。同年12月30日足首を負傷したことから解雇されたが2011年に再びチームに加わった。2011年12月に怪我のためチームからアウェーバーされた。その後フィリピンアセアンリーグを経て2012年に来日し、 東芝ブレイブサンダースに入団。リーグベスト5と得点王を受賞した。2013年の NBL オールスターに選出されている。2016年9月22日に B リーグが発足。所属する東芝もプロクラブとなり、現在の川崎ブレイブサンダースとなる。B リーグ初年度のシーズンでは、B1 得点王、B1 シーズンに MVP に輝くも、チームは惜しく、 ファイナルで惜しくも栃木ブレックスに赤敗し、準優勝となる。2018年4月26日に日本国籍を取得した。官方告示では、ニコラス・ライアン・ファジー・カスと表記されている。2018年6月、日本代表候補に選出。W 杯予選突破に貢献した。2019年9月、ワールドカップ、中国大会では、日本代表として、 母国アメリカ戦を含む前後試合に出場した。祖父のアルバート・ファジーカスは、ハンガリー動乱の時に自由を要求した活動家で投獄されたが、その後アメリカに妻と子供を連れて逃れてきた。ニックの父親はアメリカで生まれており、ワイオミング大学、アイダホ州立大学でバスケットボールをプレーした後、アルゼンチンリーグでプレーした。 2011年のインタビューで将来ハンガリーの市民権を獲得しバスケットボールハンガリー代表としてプレーしたいと語った。その後日本国籍を取得し日本候補代表に選出される。ありがとうございます。